やってきました。いきなりステーキ。今日はね、11月29日いい肉の日ということで、いきなりステーキやってきました。いきなりステーキ平日限定ランチメニュー、ほらワイルドステーキ 450g1 ポンドで2640円。ランチはね、サラダ、スープ、ライスがついてきます。ライス大盛りも選べて、しかもおかわり1回できるみたいです。あとはランチの B ランチワイルドコンボ、これはステーキとハンバーグがついてるやつね。あとはね、グリルチキンステーキ 440g 1440円、これも頼んじゃおうかな。はい、 D ランチはワイルドハンバーグ 300g 1340円、一口カットステーキ、ヒレカットステーキ、お、特選ヒレステーキだって。これもうまそうだね。メニュー決まりました。ワイルドステーキ1ポンド食べます、2640円。あとはね、グリルチキンステーキ 440g、 こちらね単品で頼みます。もう時間はね午後2時過ぎなんで、だいぶお客さんもね空いてますね。はい、スープとサラダ2人、いきなりドレッシング、はい、ベジファーストね、サラダからいただきます。はい、スープ、肉の切れ端が入ってます。あースープ美味しいね。平日限定のねランチメニューはね、オープンからね15時まで。今日はねいい肉の日なんでね、がっつり肉をね食べていきたいと思います。さあそろそろ来るかな、楽しみ。はい、来たよ来たよ、これワイルドステーキ、いただきます。いきなりソースかけます。ほらレア、切ってあるんだね。切ってある方が食べやすくていいね。いただきますよ。ライス大盛りきました。ライスにバウンドして、はい、来たよ来たよ、ダブルチキンステーキも来たよ。はい、こんな感じ、すごいでしょこれ。こちらも大盛りでございます。ワイルドステーキめちゃくちゃうまいよこれ。バターがついてるやつね。チキンカットしていきます。はい、チキンカット完了。チキンいただきます。やっぱチキンうまいね。チキン最高、柔らかいしね。はい、グリルチキンね、どんどんいただきます。ニンジン、ブロッコリー、ワイルドステーキ 450g ラストね。結構ね、もう僕レア派なんですけど、結構よく焼けてて、ちょっと硬かったです。まあ、僕はね、超レアで大丈夫なんでね、ラストいただきます。はい、ワイルドステーキ完食。さあ、あとはグリルチキンね。はい、ライス大盛り完食ね。ライス大盛りもね、おかわりできるけど、今日はね、おかわりしません。さあ、ラスト、グリルチキン2個。グリルチキンね、ソース何もつけずに食べたんですけど、まあ塩コショウ味でね、美味しかったです。いきなりソース甘口、ちょっとね、つけて食べてみます。うん、
はい、完食。ごちそうさまでした。いや、美味しかったね。グリルチキンも最高。いい肉の日ということでね、いきなりステーキやってきました。ワイルドステーキとね、グリルチキン約1キロを食べてね、ライス大盛りもいただきました。いやー、お腹いっぱい。いきなりステーキやっぱ美味しいね。満足しました。ということでね、本日はね、静岡県袋井市にありますね、いきなりステーキさん、いい肉の日に肉たっぷり食べてみたでした。バイバイ。